キクロゼン生理第82回、消火器は使えますか？宝の持ち腐れにしない。数年前、ある町で放火が続いていました。そこで付近の町内では、段ボールの箱など火をつけやすいものを外に放置しないようという回覧板が回りました。するとある日 J さんの家の前の自転車にかけてあったナイロンのカバーに火をつけられるという事件が起こりました。時間は夜でなく朝の10時です。これを配送中の宅配便の男性が見つけ、数軒の家にインターホンで知らせました。そのうちの30代男性が消防署に連絡し、ご近所に火事ですと声をかけてまいりました。そこで別の家の40代の女性が消火器を持って出て、無事消し止めました。この女性は元小学校の先生で、消火訓練を受けておられたので、すぐ消し止められたそうです。見事な連携のおかげで、自転車が真っ黒になっただけで済みました。ここで話題になったのは、自転車の持ち主の一人暮らしの70代の女性 J さんです。近所の人たちが火事だ、火を消さねばと走り回っているのに、窓からその様子をじっと見ていたそうです。風向きや火の大きさによっては自分の家に燃え移るかもしれないというのに、2階で声も上げず、逃げもせずに。鎮火して警察が事情聴取に来た時にようやく J さんが家の前に姿を現したそうです。近所の人たちは呆れていましたが、本人曰く炎が上がるのを見て腰が抜けて動けなかったそうで、大事に至らずよかったとなりました。1ヶ月後、放火犯が捕まりました。50代の無職の女性で、イライラしていたからやったという話で、余罪は20件以上とか。このニュースでほっとした町内の女性たちの井戸端会議は盛り上がり、放火犯の話の後、白状するとうちにも消火器があったけれど消しに行こうと思わなかったとか、使い方がわからなかった。どこかにあるとは思ったけれど探している暇はないと思ったということでした。消火器があると安心していても使われなくては意味がありません。やはり日頃の訓練が必要なようです。また消火器には使用期限があるのをご存知でしょうか。住宅用消火器の使用期限、期間はおおむね5年です。使用期限が過ぎた消火器は、破裂による人身事故の危険があるそうです。つまり期限を過ぎて放置しておくと危険でもあるということです。かといって消火器は普通ゴミや粗大ゴミでは出せません。株式会社消火器リサイクル推進センターに問い合わせるか、メーカーに引き取ってもらってください。もう一つ付け加えておきますが、消火器の悪徳業者には注意してください。業者を装ったり、点検と称して高齢者の家を訪問し、古くて使えないからと買い替えを進め、高額な消火器を売る業者もあるようです。キクロゼン生理第82回終わります。